西川です。ラヤブです。さあ、始まりました、ラチケンチャンネル。はい、もうこの絵面で分かると思うんですけども、誰か来そうですね。はい、はい、ゲストを呼んでいまして、これはちょっと、はい、ラヤブさんがほんまに熱望してたというか、はい、いや、ちょっと久々に喋るのにちょっと緊張感もあるというか、緊張感、はい、久々、大阪の時の後輩で、うん、そんなに僕は絡みなかったんですよ。誰やろね、後輩いろいろいますよ、大阪の後輩。からしれんこん、うん、まあまあ、さやかとか、うん、たくさんいますから、誰やろ、うん、その、亜生の同期になりますね。亜生の同期、僕らの一個下、誰でしょうね。じゃあちょっと、はい、呼び込みお願いしていいですか。はいはい、じゃあゲストの方です、どうぞ。誰や。どうも、よろしくお願いします。出てこい中平くん2号と申します。あ、中平くん来てくれた、西野。よろしくお願いします。すいません、初めまして。違う、出てこい中平くん2号ですやないねん。えもういろいろあるから、この様子おかしい感じと、あの同期の亜生が同期とか振りいらんかったよ、絶対。俺はスッと行こうとしたよ。お前がなんかもう、お前、いろんな後輩、視聴者の人がな、誰くんには誰くんにはと思って蓋開けたら出てこい中平くん2号。お前が振り出してたからね。はい、お願いします。お願いします。ちょっとね、中平くん、僕らの後輩になるんですけども、はい、うん、そうですね、はい、ね、ちょっとめちゃめちゃ久しぶりやけど、はい、言うたら、まあ、大阪時代、はい、僕らが劇場メンバーやった時から芸人やって、はいはい、今は芸人じゃないんですよね。そうですね、お笑いの方やめさせていただいて、はい、で、今は何をしてるんでしたっけ。そうですね、その、アダルトビデオっていうのがあるんですけど、それに、まあ、それは男性のために女の人がメインで映るんですけど、それの相手役としてる出てる男の人が丁寧やな。AV 男優でええよ。あ、そうです。このチャンネルそんな気づかせてないよ。遠回しに AV 男優、逆にいやらしく感じてもらうという、はい、で、その AV 男優として何年でしたっけ。今3年経ちました。すごいよな。すごいよ。いや、だから僕らの大阪芸人での LINE グループがあるんですけども、うん、はい、そこに中平くんがある日突然芸人を辞めさせてもらいまして、うん、私 AV 男優になりますっていう、そのすごい爆弾を落として芸人を辞めてったから。 AV に出る前日に、いや、すごいよな。もともと芸人としても面白くてさ、いやいやいや、ナフさんね、言われてたよな。だから、そのね、あの先輩で、共通の先輩でダブルアートのしんべヱさんって方がいらっしゃるんですけど、はいはいはい、おい、ナダル、第二のナダルから可愛がってくるよって俺紹介されたことあんのよ。第二のナダルと言われてたで、俺やっぱその時自信なくてさ、やっぱめっちゃ変なやつって俺言われてその時、めっちゃ変なやつって言われて、ザジーよりもお前の方が変やって泣いてた時あったって。 ありましたね。だけどやっぱ自分で自分を疑ってた時期やったからさ、はいはい、俺、お前とほぼ一緒やからって言われたから、めっちゃ警戒してたのよ。中平君のことを可愛がったってくる。お前とほぼ一緒やからって言われて、俺めっちゃ、でも理性をコントロールできるナダルって言ってくれて。いや、怖いわ。そう、ほんで、まあ、さっきのね、あの AV 男優の説明の時もそうやったんですけど、めっちゃあの丁寧なのよ。はい、よろしくお願いします。いい声やし、また怖くてさ、これ。大阪にさ、はい、俺らがキングオブコント出て、はい、優勝して、2015年優勝して東京来てんけど、はいはい、え、中平くんはいつぐらいに大阪からこっち来たの。こっち来たの5年ぐらい前なんですけど、結構時期を似てるのか、2016とか。そうですね、うん、お笑いやめて、ナレーションとか声優さんみたいな仕事をやろうと思って東京に来たんですよ、うんうん、でそれがでも全然学校とかも行ってたんですけど、うん、箸にも棒にもかからずで、うん、気がついたらAV に出てる。いやいや、なんで気がついたの。めっちゃ気になるんだけど、あの、え、なんだ、その AV はどういう経緯でそのなれるの。確かに、それがめっちゃわからないんだけど、今あんま少ないかもしれないですけど、その時はネットで募集してる会社があったんです、うん、AV の、うん、それで早漏募集みたいな募集があって、ほう、で、僕それをちょっと待ってた部分があって、早漏募集を、うん、早漏募集待ってたんや。早漏募集、早漏なんですよ、めちゃくちゃ。え、それさ、なんかこう面接というか、あ、オーディションはあったの。そうですね、オーディションみたいなのが一応あって、ーメーカーの会議室みたいなところに、うん、言ったら全国の早漏を待ってたやつ。20人ぐらい全国の早漏の猛者たちが、早漏の猛者たちが集められて、最強の早漏を決める、最強の早漏。で、本当に会議室みたいなところで
真ん中にテーブル置いてあるんですよ、うん、そこに黒い絨毯みたいなの引いてあって、うん、でスタッフの人が2人ぐらい男がいて、で20人の僧侶を集められて、うん、もうみんな意気込みがすごいんですよ。で今からスタッフの人が30分測るんで、いかに早く射精できるか、あと30分間に回数何回できるかをやってください。地獄やん。いやすごい映像や。スタッフさん、男性のスタッフさん、男性のスタッフ、まあ監督さんですね。そのどんな感じなの、その30分、その監督たちの目はもうキラキラしてんの、あもう新たな僧侶の宝石を見つけたるぞみたいな。その時はそう感じましたけど。そんなことないんでしょうね。ややこしい、感じたとかさ、もういろいろややこしい。僧侶アベンジャーズが集ってそうですね、みんなのその能力を出していくんや。そうです、なんか黒い絨毯真っ白にってことです、ね、黒い絨毯を真っ白に、行くときは手上げて言ってください。手上げるんかい。挙手制、挙手制で中平行きますみたいなこと。そうです、アムロ行きますみたいな、はい、でよく、いやいや、そう、30分の間ってさ、まあ普通に考えたら2回とかでもすごいというか、いやそんな人前でまずそういう、そう人前でそういうさ、動画はないわけでしょ。動画はでもなんかいいの、見てもいいです。ああそうなの、タブレットとか、おうおうおう、でも言ったら周りにおるわけよ。そんな状態でこんな感じになる、なるんですよね、それがやっぱすごいよな。その日に向けてちょっと仕上げてたっていうのは、あ仕上げるってのはどういう禁欲みたいなことですね。あ本当に禁欲って何日がやっぱ最大のさ、あ確かに、ね、興奮状態になるのかな。やりすぎてもあかん感じです。そうです、3日がいいとか言いますけど、ね、あそうなんや、液体がまあ溜まるのが3日ぐらいと言われてるんで、その3日ぐらい溜めて、もう意気込みやばつかん、ね、どういう状態だ、その3日溜めた状態ってどんな感じなの自分としては。あでもオーディション会場に行く前に、うん、自然とコンビニ入ってエロ本たちを見せます。怖っ、限界が、気がつけば怖っ、限界来てるやん。そう、自分の意思とは関係なく勝手に関係なく見て、はい、ガチガチやって、ガチガチやった。いやもう頭パンパンやないか。何がやねんお前、なんで俺この話聞いて頭でかなんだ。でかなってよお前。いやもうこの前のザジーの時とえらい違い、歩くダンス。ザジーの時もう全くもうはぁはぁはぁって感じ。もっと教えてくれるか。いやもっと教えてくれるか。気合いの入り方がもう全然気になるやんか。え、で、そんな中、中平くんは30分に何回行けたわけ。僕はその30分で4回いやそれが単独トップやったそのさ、3回とかおったの。3回結構いました。うわ、結構おんね、3回。いや、4回、えげつない。4回30分で4回、はい、すごいな。どうなんの、そのさ、周りの人たちはさ、3回でも行こう、おーってなるやん、多分。そうですね、3回行った一番拍手上がったのは、単独トップになった4回目の行きますピュッピュの瞬間、おお、拍手が上がります。どういう空間、すごいやつ女って感じ。はーい、自分でもシャーってなった4発目。そうですね、シャーってなりましたね。はあ、じゃあ4発バーンとなって、じゃあ君合格ってなったってわけ。そうです。かけられた言葉で覚えてることない、なかなかええの持ってるやんみたいなさ。あ、そのでも1回目の撮影の時に、もう自分が別にうまくできたとかわかんないじゃないですか、うん、でも AD の人は逸材が現れたなって言ってくれてましたね。幕開けやみたいな。わでもわかんないじゃないですか、お世辞かもしれないし、うん、はい、すげえ、ね、いやそんなんなかなか出んやろ、うん、そんな言葉。いやだから俺嬉しかったもん、何回か俺中平くんやってなったことある。いやあるある、動画見てて。おー、だって熟女系にも出てはりますもんね。そうですね、何度かというか、まあ、あ、奈々さんやっぱりそこチェックしてたら、そうそう、ね、まあそれしか見えへんので、うん、え、奈々さん的にはそのうわ中平くんやからちょっと、あーこれはげんなりやなっていう、うん、その後輩が出てるからさ、うん、ちょっと興奮はちょっと冷めちゃうみたいな。いえ、興奮に興奮を重ねて、あ興奮に興奮を重ねて、そっちのタイプですね感情移入というか分かれるらしいんですよ。だからまあ言うたらさ、もう俺と中平くんほぼお前と一緒やからって言われてたから俺、うん、大阪の時、はいはい、ほぼ俺と一緒の人がこういうことになってるねーってすごいな、なんやねん今のねーって言っちゃってる。いやちょちょちょ、いやちゃって、前列の二人やめてマジでカメラも言っちゃって、中平くんの言っちゃったらちゃうやつやろ言っちゃってる。いやいや、ちゃうねちゃうね、もう下ネタギャグになっちゃうな。そうだ、完全にね。いや、すごいわ、でも、うん、ちょっとこれだけ聞きたいんですけど、はい、なんかやっぱりとてつもなく気持ちかった。まあ、全部気持ちいいとは思うんですけども、どうだ、そう、気持ちいいの。ああ、そうですね、やっぱこう
我慢を我慢重ねる方がなんか気持ちいいっていうのやっぱあるじゃないですか、男って、うんうんうん、一回僕男優一人で、うん、女優さんが9人交代でこう来るみたいな。どういう設定？一人ずつお相手してもらっていくんですけど、最後まで僕は行かせてくれないんですよ。じらされんねん。ソウロジマの中島くんが、はい、ずっと我慢させられて、うん、最後シャワー室で自分で出した一発が一番気持ちよかったんですよ。最後にシャワー室、シャワー室でそんなしてええの？まず、いやもう言わずにちょっと。いやいや、これもう言ってるやん。言ってるな。